北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャスト各プラットフォームと YouTube よりお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回、先週ですね、北川先生から深夜に、メッセージをいただいてですね、インスピレーション降りるような言葉をですね、一ついただいたんですが、実は前後編ありまして、はい、その時ですね先生からもう一つメッセージをいただいてたんですね、なので今日は2つ目の、その時いただいたメッセージを、やはり先生にね、聞きたいなと思うんですが、2つ目のメッセージ、こんなメッセージをいただいていました。人の声は聞くものであり、聖なる声なれば浴びるものなりということで、いただいていました。人の声は聞くものであり、この聞くは耳辺の方ですね、傾聴の聴、聞くものであり聖なる声なれば浴びるものなりということで、先生、これはまたどこから？あ、そうですね、この間 の先々週の透明感という、はいはいはい、エネルギーが純粋になれば、エネルギーが強ければ強いほどこう透明になり、サポーターの方にお話しされた話ですね、今月末の。そうなんですか。はい、でも大丈夫です。お話ししますけども、はい、なんかやっぱこう地球上に生きていて感じるのは、やっぱ全てエネルギーね、我々のこう根源といいますか、ね、はい、生きる力っていうのは、言葉では生命力といいますかね、生命力の奥にあるもの、神が作ったものはエネルギーだと思うんですけどね、はい、その供給するものというか、植物も生物も、あらゆる地球上のものを、まあ、この我々はこの星しか知らないので、あれなんですけど、心の思いもそうなんですけど、すべてのものはこう、まあ、エネルギーという言葉で表現できると思うんですけども、エネルギー、瞑想してて分かるのは、エネルギーが純粋で、エネルギー量が、エネルギーというものが優しくて思いやりがあって、なんか安らかであれば、つまり純粋であればあるほど、エネルギーが強ければ、純粋度が高まって、強ければ強いほどこう透明になっていくっていうことが私は感じるんですよね。光の話もありますよね、虹とか、ね。そうです、この間のお話がそうなんですけども、だから私たちがこう透明度が増していく、透明度が増すというのは逆に言えば、すごいエネルギーがの量がこう充実するというか、強いと言いますかね、高まると言いますか、密度が高いエネルギー量がすごくなればなるほど、それは透明感に、透明になっていくと言いますか、透明感を得るというふうに、私はこう定義を付けると言いますかね、感じたんですね。だからこの太陽光線もそうなんですけども、本当に太陽光線、例えばこう春の霞の中にあるとき、やっぱなんか寒くてこうね、ウキウキしないんですけども、春とか、なんか秋の透明度が高ければ高いほど、我々はウキウキしたり安らいだりほっとしたり、エネルギー頑張ろうとか力があったり、なんか希望が湧いてきたりというふうに、こうエネルギーが、透明度があればあるほど、我々に希望と勇気と生きる力、ワクワク感が増してくるというのを皆さん体験すると思うんですよね。確かに。だからそんなふうにこう定義づけるならば、まあ分かりやすくお話しするならば、太陽光線というか、まあ、生命エネルギー体が充実すれば充実するほど太陽光線に近づくなり、そしてそれは透明度が高くなる。で、人の心もそうで、私たちがそんなふうに自分のことだけじゃなくて、多くの生命体と共に生きていこうとい う感覚と志と、なんか思いが高まれば高まるほど、どうもなんか純粋っていう言葉に近づくみたいですね。人のために生きていきたい、安らぎを与えたい、だからなんかすごい何とも言えない、なんか充実度と、なんか充実感と歓喜の世界
に行けば行くほど、なんかエネルギーの純度が高まってくると思うんですね。まあ、水の結晶なんかもそうですよね、古くから。あの汚い言葉を浴びせると結晶がすごいね、壊れたりとか。湧き水に近いば近いほど透明度がありますよね。はい。で、やっぱ川島行けば行くほど汚れてきてますよね。うんうんうん。そんな風にこう、とあの上流に、やっぱ上流の湧き水の一番水がやっぱ一番綺麗でエネルギーが高いですよね。はい、だからあらゆるものは、純度が高まればこう透明になってくるって言いますかね。うん。うんうん、とこう私は感じるんですよね。うん、そこでこう、まあ、人の声聞くものであり、聖なる声なれば浴びるものなりとあると思いますが、そうすると聖なる声っていうのは、なんかその純度の高い声なのか、自分が純度が高まればそういうものが聞こえるのかとか、どういう考えですか？両方言えると思うんですね。はい、今、早川君が言われたように。例えば政治家の声はこう、やっぱりこう、恫喝するような声で、聞いてて、あまり気持ちよくないですよね。だから歌姫っていうか、本当に心を解放するような明るい声で歌う人の声は何度聞いても飽きないですよね。うん、はい、そして、ラジオの声でもそうなんですけども、なんかすごく聞きたくない声と聞いてて、あのいつまでもなってますか、聞き飽きない声っていうのありますね。ありますよね。ラジオが一番そういう意味ではよく声を浴びるっていう意味ではよくわかるんですけれども、はい、ラジオで聞いてるとその人の顔姿が見えないので、その人の声の純度っていうのがよくわかると思うんですよ、ね、確かに聴覚からしか入ってこない。本当に不思議なことで、声だけでもその人の純度がわかる。そうです、そうです、そうです。歌もそうですよね。やっぱ聞きたくない歌と聞きたい歌っていうのが、うん、あ、歌声っていうのがあると思いますね。アナウンサーの声も、まあ、あのラジオの声もそうなんですけど、はい、聞いてて安らぐ声と、うん、なんかイライラする声があると思いますね。だから周りの人たちでもそうですね、話し声ですごくイライラ、ギャー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 、自分のことばっかりしゃべったギャー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 、なんか自分の欲望の中に生きている、はい、生きてて声を上げている時の声ってうるさくて嫌ですよね、うん、例えば居酒屋に行って自分たちだけで面白くて、なんか、ギャーギャー言ってる声っていうのは、やっぱり非常にこう欲望の強い、なんか自己的な、自己中心的な声ですよね。だから、ああいう声は、聞くとやっぱ皆さんイライラしますよね。まあ、落ち着かないとか不快とかありますよね。ねえ。だから、そんなふうにこう、さっき早川君が言われたように、人の心が落ち着き、安らぎ、人に安らぎを与える人格や人間性になってくると、声が変わってくると言いますか、声の人が変わってくるっていうのを私はすごく感じるんです、ね。あ、その人自身の声が変わってくる。はいはい。歴史の、その人の歴史の中でもね、うん、純度が高まると、さっき言ったように、優しくなると、声が透明感を得てくる、うん。さっきの理論と一緒ですね、はい、あの。太陽光線と一緒ですね。純度が高まれば、うん、透明になっていく。エネルギーが高まれば透明になっていく。人間の心も優しさと、なんかその人の心のレベルが高くなればなるほど、その人の声がこう質が変わるのかよくわかりませんけども、純度が変わってくるって言いますか。でもまさに先生おっしゃる、やっぱりエネルギーが変わるんでしょうね。その人の声がやっぱりなんていう、うん、その、もちろんあの声が美声、美しい声とか、まあ、そういうのも大事ですけど、そういうことじゃないですよね、今先生がおっしゃってるのは。美声じゃなくても、その人の心の純度が恋の純度に現れるっていう、体験を私は最近よくするんですよね。だから早川君の声もすごく気持ちよくなってるんですよね。あ、 ありがとうございます。その純度が高まると、その内容よりも恋の質がなんか透明になってくる。言葉で言えば透明感って言いますかね。得てくるのではないかな。だからさっき早川君が言ったように、透明感を得れば得るほど、透明な声になればなるほど、人々に安らぎを与えることができるし、その人がなんか一つの悟りの声とか純度の高いなんか人間性を持つことができると、声の質もその純度に応じて変わってくると、その両方があると思うんですね。だからそういう声は浴びようっていうかね、聞くんではなくて浴びた方がいいよ、なんか
結局私たちはその純度の高いエネルギーを浴びるみたいなもんです、ね、うん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 、あの太陽光線を浴びると一緒ですよね。そうですね。普通の声は聴覚ですけど、聖なる声はまさに浴びる、 全体でエネルギーを受けるというか浴びるってことですね。そうです、やっぱりそうです。だからその人のそばにいて、その人の純度の高い声を浴びるとなんか元気になるんです、ね、元気になるっていうかね、うん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 、おっしゃってますよね。だからそういうのをしたいんですよね、うん、だからやっぱりね、あの先生ご自身ではね、ご自身のことはおっしゃれないでしょうけど、やっぱり先生の声とかを僕はずっと浴びさせていただいてると、やっぱりなんて言うんでしょう、その言葉だけじゃないですよね。まさにこの直接お目にかかったり、このポッドキャストとか YouTube 通じて声で浴びると、やっぱりなんて言うんでしょう、こう入ってき方が違うというか、耳だけじゃなくてやっぱ全身で入ってるから なんか違うんでしょうね。人間はそういうエネルギーを浴びると、うん、違いますね。やっぱ声にはエネルギーがあるんですよ、うんうん、だからやっぱあの怒ってる人たちの声、遠くで喋ってる声を聞くと、はい、なんか自分の勢いもそがれてイライラしてきますもんね、うんうんうん、なんかあの喧嘩してる人たちとか、はい、言い合ってる声っていうのはすごい尖ってるとかよく言いますよね、うんうんうん、そんな風にこう確かに非常に利己的とか争いとかいう時の声っていうのは、うん、あの波長が違うのか、エネルギーが尖ってるのか、うん、攻撃的な声なのか、聞いてて、こう自分のエネルギーを奪われてしまうんですね、うん、だからあの嫌な声を聞くとこう疲れるんでしょうね。そうですね、不思議ですよね。疲れるというのは、うん、その声で自分のエネルギーを奪われるからですよね、うんうん、で声を浴びてて気持ちがいいというのは、はい、まあ、その声にエネルギーがあって安らぐからですよね。そういう意味ではこう食べ物にね、だから人とはやっぱり安らぎの、まあ、うん、あ、すいません、先生自身がご自身が普段おっしゃってるので、やっぱ食べ物にね気使うのも大事ですけど、やっぱり何をこう浴びるか、何を聞くかって大事ですね。そうですね、食べ物は一過性のものだけども、声という声とか そういうものはこう、うん、本当に私たちの心の奥まで安らいでくれる、安らぎを得ることができるから、いい音楽を聴くとか、いいコンサートを聴くとかいうのと同じで、うん、同じようにその人のレベルの高い透明度のある感情を持った人の声は、うん、我々になんか生きる力や勇気や元気をくれますよね。だから あの公園に行ってよかった、話を聞いてよかったって言われるけれども、はい、その話よりも声を浴びようって私は最近ね、うん、よく言いたい。だから早川君もその自分の純度が高まってくると、相手の人たちが声を浴びに来るようになるんではないですかね。うんうんうん、なるほど、ちょっと磨いていきたいと思いますけど。だから、まあ、早川君の職業の場合は、はい、声をあの浴びてもらいたいっていうふうに、うん、自分のそうです、ね、言葉の内容ではなくて、はい、声を浴びてもらうと人々が安らぐということをしとけば、はい、自分の純度を高めていけばいいということになりますよね。 ね、はい、それはね、よく言う、例えばアナウンサーの方がボイストレーニングとか、もちろんそれはそれでね、あの必要なものかもしれないですけど、そういうことだけじゃなく、ね、今日の話は全然また別の話ですよね。いやそこを誤解しちゃダメですね、はい、ボイストレーニングやったり美声をやったりしても、心が濁ってたり自分中心だったりイライラしてたり、ね、怒りがあったらそのボイストレーニングのボイスのこれがすごいマイナスの感情のボイス、うん、感情を引き起こすような声になってしまうから、声の質が変わってしまいますよね。まさに純度が低くなっちゃうってことですよね。そうそう、声の中に槍が入ってしまうっていうかね、うんうん、だからそういう意味ではボイストレーニングするよりももっと大事なのは、はい、心のトレーニングのがトレーニングのが、いや本当そうですね、純度を高めとか最初にそれを目指さないといけないじゃないですかね、はい、あらゆる人がまずそこですよね、はい、アナウンサーというかインタビュアーもそうなんです。声の仕事とか話す聞く人はまずそこですね、はいはい、そこです、はいはい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からの、ご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス北川@kiktas.jp まで、お寄せください。さあそして、来月ですね、福岡でお話し会が開催されます。
7月10日日曜日、1時半会場、1時半開演ということで、アスミンセミナールームで開催されます。先生の、お話が、聞ける貴重な機会ですので、まさに声を、ね、浴びる機会ですので、ぜひ、お越しいただけたらと思います。詳しくはホームページをチェックしてみてください。ということで、今日も北川先生のお話をお届けしました。北川先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。